自分で釣った魚を調理する親子体験型のイベントが昨日新地町で開かれました。常磐ものの美味しさを知ってもらおうと復興庁が企画したもので、県内外の親子が実際に釣った魚や相馬市のヒラメなどの常磐ものを味わいました。いろんな料理とかも食べられて、すごいいい経験になったと思います。自分たちでそこに足を運んでそこのものを食べるっていうのは大事だと思いました。イベントの運営者は、今後も多くの人に常磐ものの魅力を直接感じてもらいたいと話しています。